豆キュン。科学好奇心、一番不細工な動物は？二人とも、こっちの道を行こう。はい。あれ？博士、あれは何？道路に何かいるよ。ああ、怠け者だな。道を渡って森へ行こうとしているようだが。こんなゆっくりの動きでいつ渡りきれるの？博士、ヘンリーと一緒に向かいの森まで連れて行くわ。そうだな。私はこの道で正しいか行ってみるか。じゃあ行こう、ケリー。くっ、どう見てもブサイクだな。何が？可愛いと思うけど。雑誌で見たけど、ブサイクな動物の順位にも入ってたんだ。そうなの？もう、びっくりした。みんなブサイクって言うけど、僕はちょっと遅いだけだよ。うわー、ものすごく遅いじゃない。でも、あそこ、あれよりはマシじゃない？そうでしょ？誰のこと？釘を打たれたようなゴツゴツした鼻の持ち主。社会で最も醜い生き物にいつも選ばれる。テングザル。もう、何言うんだ。ひどいじゃないか。僕のどこがブサイクだ。それに僕の鼻はこれくらいでちょうどいいんだ。びっくりした。星花モグラに比べればずっとかっこいい花だぞ。そう。星花モグラは世界中の人が知っている動物界のブサイクなんだぞ。あら、誰がブサイクだって？見た目なんて見方によって違うわよ。みんな私の花が見にくいって言うけれど、私の名前がどうして星花か考えてみてよ。キラキラ星よ。なんて美しいの。美しいと思ったら美しいのよ。でもちょっと気持ち悪いわね。ブサイク動物の3位だよ。気持ち悪いんですって？自慢の花なのに。この形のおかげで餌を上手に探せるの。たったの 0.2 秒でよ。あら、もっと驚かせてあげようか。私はね、水の中でも匂いを嗅ぎ分けられる唯一の哺乳類。それに私はせいぜい3位か4位を争うぐらいよ。その深海に住む超ブサイクなサメ、別名が悪魔のサメなの。悪魔よ、悪魔。そんなのがいるの？角のように伸びた頭、鋭い歯、小さな目、それに突き出た顎。うう、恐ろしいわ。そんなサメがいたの？ミツクリザメ？あっ、もう僕の名前を呼ぶな。そうだよ、ブサイクだ。それがどうした？僕たちのおじいさんのおじいさん、そのおじいさんのおじいさん、またそのおじいさんのおじいさん、とにかくずっと昔の中生代白亜紀の恐竜が生きていた時代からブサイクだったって。恐竜時代から？ものすごい昔からいたんだ。だから生きた化石って言われるんだって。君たち、頼むから世界で最も醜い生き物の順位なんてつけるな。どうせ僕は1位じゃないんだから。1位じゃないの？マイクテスト。僕、ミツクリザメよりもっとブサイクな動物。世界で一番ブサイクな生き物の1位は、うわー、パッと見ゴツゴツしたジャガイモみたいな
それはブロブフィッシュ。もうまた私。もうやめて。なんで人間はこんな変な順位をつけるのかわからない。そんなにブサイク。あ、皮がブヨブヨ。浮き袋がなくても海で生き残るために進化したから。だからゼリーみたいにぷかぷか浮いてられる。人間のせいで絶滅危機なんだから捕まえないで。え、綺麗な熱帯魚みたいに観賞用で飼っているわけでもないのにどうして捕まえるの？深い海の底にいるカニとかの甲殻類を餌にして生きてるから。その餌になるカニとかを人間が取るとき一緒に網に引っかかる。あー、そうなんだ。ヘンリー、ケリー、どこにいるんだ？博士だわ。博士！こら、怠け者を連れて行ってお前たちが怠け者になったのか？何をそんなにグズグズしているんだ。あ、博士、それが世界で最も醜い生き物の順位をちょっと調べるために。何言ってるんだ。1位は誰だと思う？深海に住んでいるすごくブサイクな魚だよ。こら、動物たちからすれば人間がブサイクだと思っているかもよ。早く行くぞ。はい、待ってよ。チャンネル登録してね。